慢性疲労症候群とセロトニンについてお話をしたいと思います。コロナの後遺症と慢性疲労症候群ということで最近また注目されていますけれども、では5年度の時に出た論文でコロナの後遺症関連なんですけれども、セロトニン神経の働きが落ちているということの報告でしっかりした論文が上がっています。セロトニン神経っていうのはですね、何度かお話している体のダメージと回復力のバランスっていうふうに見たときに、神経系の中では回復系の働きの神経だと思ってもらっていいかなと思います。で、特に睡眠を制御してたり痛みを制御してたり発熱関係にも関わってたりはするんですけれども、回復の神経の働きが落ちていることで慢性疲労症候群の症状が起こっている可能性っていうのが言われています。で、私も脳の研究をしてた時に、脳の中のセロトニン働きが落ちているという、発表もさせてもらっています。で、特に炎症っていうところが慢性疲労症候群の脳の研究では私が出した研究の中では有名だったりはするんですけれども、炎症っていうのはこうダメージの指標ですね。で、同時にこの回復力の指標、回復力が落ちているものとしてはセロトニン神経っていうのが大事なので、これもまた両方大事になってくるんですけども、やはり炎症の方が注目される傾向にあるんですけど、一方で体の中で、ダメージがどんどんこう、回復力が落ちていく機構っていうのはどうしてもあるので、この回復力っていうところが大事なんですけども、この回復力の一つとして体の中でセロトニン神経って働き非常に大きいです。で、セロトニン神経回復系の神経ですよ、働きですよ、これが落ちているっていうのが分かってきてますよっていうことなんですけれども、セロトニン神経っていうのは例えばお腹にも多かったりします。体の中でも休む時の働き、特に、消化管っていうのは休んでる時に働いてるっていうことが知られてますけれども、そういうところにもセロトニンの働きが多いので、体の中ではおよそ 95% ぐらいがお腹にあると言われてるんですね。で、特に腸内細菌との関わりも言われてます。だから腸脳相関っていうのをよく言われたりして、腸と脳の働きは連動してますよとか関与してますよということなんですけれども、お腹の働きからセロトニンが落ちてっていう、可能性っていうのも言われたりはしています。ただそれだけではなかなか説明がつかなかったりコントロールはできないんですけれども、一つ大事な指標だと思います。なぜそのコロナの後遺症でセロトニンの働きが落ちていてかっていうところ、仮説はさらにその中でもいくつかあるんですけども、一つはですね、その先ほど言いましたお腹の働きですね、腸の中にウイルスやその破片が残っているなんていう報告もいくつかあったりするんですけども、炎症が続いていたりとかですね、そういうところでお腹の働きが落ちてセロトニンの働きが落ちている可能性、あとは微小血栓っていうんですけども、検査とかでもわからないぐらいの範囲の血栓っていうのはですね、コロナでは特にできやすいことが分かっているんですけども、血栓というのは血の塊ですね。血の塊があると血管が詰まったりとかですね、そこで問題がずっと引き起こされたりするわけなんですけども、そういう中で血小板っていう血を固める成分のところにセロトニンとの関連が深いので、たくさんのその微小の血栓ができるとセロトニンの働きが落ちてるんじゃないかっていう仮説もあります。あとは感染を起こしているとき、特に炎症が続いているときっていうのは、セロトニンの働きの仕組みが少し変わりまして、通常の働きから少し変わるんですね。そういうところで感染とか慢性炎症と関連してセロトニンの働きが落ちるなんていうところも言われています。じゃあ実際にこれ治療にどう活かせるかっていうところで、患者さんでもそうなんですけども、一つは SSRI といいまして、いわゆる抗うつ薬ですね。抗うつ薬っていうのはセロトニン働きを助けるお薬ですので、セロトニン働きを増やしてあげるというところがあるので、患者さんによっては本当に劇的に効きます。痛みが抑えられたりとかですね。ただ徐々に回復させるので、飲んですぐ効くとかでもないですし、またお腹に多い神経なので、飲んだ時にどうしても気持ち悪さみたいな感覚としてどうしても上がってきちゃうところがありますので、ちょっとそこで断念しちゃったりとか、あとは依存性があるなんていう間違った情報にどうしても左右されたりとか、脳に効くお薬だからとか、自分はうつじゃないしっていうところで敬遠されることもあるんですけど、ただ実際にやっぱり効果がある方っても非常にありますし、それだけで良くなる方っていうのも何も見てきています。で、もちろん選択肢としてはやはり考えるべきものかなというふうに思います。特に線維筋痛症って言いまして、慢性の疼痛がずっとあって検査でも異常が出ないと、で、なかなか良くならないっていう方の中に SNRI っていう、これも抗うつ薬系統なんですけども、セロトニン神経を助ける働きのお薬を使うと、やはり痛みも抑えられたりっていう方もその中にいらっしゃるのでですね、やはり
慢性疲労症候群、線維筋痛症、そして場合によってはうつ病っていうのもですね、この3つは体の仕組みとして、もしかするとセロトニン神経の働きが弱い方っていうのが一定いらっしゃるということで、そこが治療につながる方はおられますので、やはり使い慣れている先生とですね、相談して、きっちりと経過をって。で、治療に関しては腰を据えてみないといけないですよって話もしたこともあるんですけども、効果としてはすぐ出てくるものではなかったりするので、まあ、月単位で見ていく中でだんだん回復力が上がってくる。で、本来の意味で良くなってきて、で、お薬がなくなってももう大丈夫になるように、こう回復を促す。特に神経新生って言ってですね、セロトニン神経の働きがしっかり助かると、それぐらい新しい神経がこうできていったりとかっていう、ことも分かってますので、だんだん本来の意味で回復してくるという方も、いらっしゃいますからね。そういう方にはしっかりと使ってあげる必要があるんだと思います。